顔でさ、メーテルです。違う気持ち悪い。キータロー。いや違う、鉄郎やあれは。キータロー、鉄郎や。今度はどこでコンサート。なんだそのキタロももう間違えてるし、もう何もかも違う。さあ、ということでございまして、平井さん、うん、今回この記念すべき第1回扱うゲームは何でございますか。はい、こちらでございます。高田、みんなのゴルフオンライン。おーおー、私こう見えてもですね、このみんなのゴルフ3とかものすごいやりましたよ。あ、そうですか。うん、あのね、今後アメリカザリガニがコンビとしてやっていけるかどうかっていう、うん、重要なことをあなたに伝えたい。みんなのゴルフオンラインを使ってね。これ別にこれではそんな伝わらないですよ。別に普通に言うてくれたらよろしいです。もちろんあなたはミンゴルオンラインをやってるんだよね。え、全くそれは。オンラインは知ってるのかね。え、全く知りません。それはいかん。じゃあこっち行きましょう。いや別に普通に言うてくれたらええじゃん。オンラインでしか言えません。さあ、ということで、こちらなんかやってきましたけれども、お前なんちゅう格好してんねん、それお前。どうも、はじめまして。私の名前はタイガー青木です。おかしいおかしいおかしい。平井やろ、お前は。いや、タイガー平井やろ。タイガーウッズのつもりやったんや。でもな、顔の輪郭は青木やねんて。なんかおかしいわな。ということで、今回の企画はオンラインレッスンプロタイガー平井、初心者のためのみんなのゴルフオンライン接続教室。何ですの、どうしたらよろしいの。ミンゴルオンラインをやるために必要なものございます。はあ、ブロードバンド。ああ、これを説明しなさい。3つの定義がございます。3つ挙げなさい。希望、愛、友情。めっちゃ痛い。パー。ちなみにこれが正解。ブロードバンドとは高速回線、常時接続、定額料金、この3つが備わったインターネットの接続回線のこと。ではステップ1、接続。はい、うん、じゃあ早速ですね、オンラインでゲームをするための機材が揃ってますんで、これをつなげましょう。これがみんなのゴルフオンラインをプレイするために必要な機材一覧。よし、じゃあどんどんつなげていこう。 BB ユニット、うん、どれや、これか、これか。お前なんちゅう難しすね。今のは許されへん。やね、今お前こうあったものをお前ここだけで持ったな。簡単なもんでな、止まっとんねん。それお前こう持ったらお前プラーンになったらどないすんねん。おお、お前持ち方がもう分かんのな。もうだから精密機械や、もっと優しい。え、 BB ユニットは精密機械な。精密機械や。あ、ほなこれ BB ユニットで持てねんな。よっしゃよっしゃ。まあそれは BB ユニットっていうのは分かりますよね。うん、うん、どこに取り付けるの。あ、取り付ける場所があります。それはね、分かると思いますよ、普通に。これもう簡単ですよ。これじゃん。あ、BB ユニットの接続はこのようにしっかりと奥まで押し込むようにしましょう。どんどんつなげていってください。はい、来た。モデムが分かりませんわな。必要なもんなんですよ。バイパスです。これか。これのことをモデムと言います。わしは昔のおさんか。なんでかまなあかんねん。つなげや、はよ。なんとなくでわかるでしょ。ああ、これはキーボードやもんな。うん、ほなこれがモデムか。そうなりますわな。あ、なんや、そういうことか。ああ、そういうことか。こうか。おー、してきた。よっしゃ、任しといてくれ。ということで、ブロードバンドへの接続はまずイーサネットケーブルの片方を BB ユニットに挿し、次にもう片方をモデムの方へ挿しましょう。
あれでしょ、これで要するにこれとつなげたらいいでしょ、それでここが開いとるわけでしょ、はい、だからこれがここですわ、ほら正解、なるほどね、こういうことね、やっとできたね、そういうとこや、おほんま許さへんがね、そういうやつ。続いてステップ2は BB ユニットのセットアップ。さあということで平井さん、これをインストールすればいいわけですね。ああ、 BB ナビゲーターのインストールは至って簡単、プレイステーション2にディスクを入れて開始、あとは自動的にインストールが行われおよそ10分で終了。開始だ、オン、はい、出たよ、ピーピーピーオーイーを使用しますか。なにこのポッポエって、なにこれ、ポッポエちゃうわお前、なにこれ、おるまいー、ポッポエ、アホ、大変な、任しとけや、そんな。ピーピーピーオーイーっていうのはですね、うん、あなたの ID とかあなたのパスワードっていうのをね、言えるとこなんですよ。ああ、俺持ってんの。もしあなたがインターネットをつなげれるね環境にあるなら、あ、俺家や持ってるから。プロバイダーに入ってるならばそれあります。おお、それインターネットしてるもん。だからですね、これね、使用するにしますと、こう画面出ます。あ、お前。ユーザー ID、パスワード。おお、出る。それぞれね設定されてるんですこれは。ただ、これプロバイダーによっていろいろ違いますから、これはもう自分で調べてもらう必要がございます。今回は柳原のプロバイダーの設定を確認した上。PPPoE は使用しない、 IP アドレス、DNS は自動設定、ルーターの設定はしないを選択。接続に成功しましたよ。ステップ3はみんなのゴルフオンラインのセットアップ。ステップ3は3つの項目がございます。何でございますか。まずは手始めにミングルソフトをインストールしましょう。これはね、簡単ですね。みんなのゴルフオンラインのインストールは BB ナビゲーターと同様、ディスクを入れて終わるまで待てば OK。 オンライン GO!フィーガー ID。 何ですか。フィーガー ID とはみんなのゴルフオンラインの利用料金を支払うために必要な ID のこと。初めての人は会員登録画面に行き、画面の指示に従って名前やメールアドレスなど必要事項を入力していけば OK。 これで ID 登録が完了。 ID とパスワードは忘れないようにメモしておこう。いろいろコースがございます、うん、どれにしますか。まあとりあえず月額で一定期間コースの30日間とかにしますか。これしますか、うん、はい、本当にこのサービスを購入しますか。はい、お持ちのウェブマネーのスクラッチ番号を入力してください。はいはい、ウェブマネーを出して。はウェブマネーを出しなさい。何やねんウェブマネーって。お前持ってんじゃろ持ってたんかい。はよウェブマネーこうで今回コンビニ行って、さっき言うとけよ、用意しとけって。こうでもせんとお前焼きつかんやろ。ああなるほど、優しさやね、うん、お前中にな、はい、順番にインストールしとるよわしは。うまいこと言うた。え、ちょっともう一回言うて。お前のほんならちょっと帰り行ってくる。言わさえんのかい。ほんまむかつくわ。ということで早速コンビニへウェブマネーを買いに行った柳原、そしてあっさりとゲット。ライさん、こてきたで。なあ、こんなんやねんな今。おお、何しようねんお前。ん、お前できんのかいこれ。いや俺もうロビーに入ってるから、早くして。え、早く。と急かされるまま購入したウェブマネーの番号を入力し、サービスの購入が完了。そしてオンライン上での自分のキャラクターを作成して、いよいよオンラインの世界へとつながった柳原。クラブハウス
入っといで。グラフハウスにおんのお前。いてるよ。あ、ここで喋りたいってこういうことか。そうよ、入おいで。ネット上で喋りたいとか嫌がって。もうすげえ。うわ、すごいすごいすごい。あ、おった。タイが平井発見、逃げろー。わー、チャットしろ俺たち。ああ私でいくつや。ああ、それだけやと口で言えや、そんなことボケ。チャットやと ものすごいリズム狂うわ。オンラインで言いたかった。どこが安倍猿の存続に関わることやねんお前。そのために俺なんやこれでいっぱいとつかれこつかれお前。付き合いは大事やぞ。付き合い大事とかちゃうやないか。手間かけさせやがって。おい、なんやねんな。ゴルフせえへんのかいな。ゴルフお前時間ないからまた来んで。お前つなぐん時間かかりすぎてんねん。まあそういうことや。なるほど、よかったな。オンラインおかげで勉強になりましたわ。はい、みんなもオンラインをしよう。